ときめきメモリアルガールズサイド4、大成先生攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回は大成先生とコンビニ塾をやることになったところですね。で、このコンビニ塾のねコマンドが登場したわけなんですけれども、このちょいちょいね2回くらいかな、ちょっとまだ全部やりきってないので分かんないんですけど、何回かねこのコンビニ塾のコマンド、まあ、見た感じね、なんか30日ぐらいかな、次のお話が進むまでにそれぐらいやんなきゃいけないっぽいんですけども、そのコマンドがね不足するとフラグが折れるので、今回ねまずはフラグ折れを見てねお話を進めていきたいなと思います。ちょっとなんか適当にやるか、見ればよかったな。期末テストまでもう少し、あまりコンビニ塾に行けてなかったな。今日、大成先生いるかな？いや。俺、勝手に毎日のつもりだったけど、君は違ったみたいだね。ごめん、ちょっとセリフよりもちょっとその、ジャージがちょっと、ダサいよね、これは。ハイビスカスも気になるし、なんかさ、下になんか着てんのかな、レラか。全裸にジャージなんかちょっと、素肌にジャージどうなんでしょう、なんか着心地悪そうだけど、すごい。なんか、ね、綿素材が欲しくなりそうだけどね。まあ、セーブコマンドでね見てたので、もしかしてなんかちょっと色的にもどうなんだろうって思ってたんだけどちょっとあれなのかな、なんかなんでハイビスカスなんだろう、ちょっとそこの謎を解けるのかなもしかして毎日待ってて。俺はいつも通りアイス食べて帰っただけだから。毎日アイス食べてんの大丈夫かしらちょっと心配になっちゃうわね。ごめんなさい。いいよ、期末テスト頑張れ。俺ももう一度考えて決める。じゃあ。毎日ここで待っててくれたんだ、本当に悪いことしちゃった。自分の力で期末テスト頑張ろう。毎日待っててくれた相手に対してダサいとか言ってごめんテストまでもう少し、今日も大成先生のコンビニ塾で勉強だ。その問題前回は解けなかったのに。大成先生にコツを教えてもらえたので、この分なら学年上位いける？で、このね、学年上位に入、なんか初回だけ上位でも入、なんか入っても入れなくてもどっちでもいいっぽいので、それもね、ちょっと次で両方見たいなと思います。はい。先生の勉強はどうですか？勉強は大丈夫。去年も合格してるし。次は免除だったかな。勉強は大丈夫ってことは、なんかこう面接実技試験なんだろう、教員採用試験がどんなもんなのかわかんないからわかんないけど、なんかとりあえずこうテスペーパー、いわゆるペーパーテストじゃないやつでなんかダメだったってことなのかな。すごいですね。すごくない。面接試験で不合格になったんだから、人間性の問題なんだ。まあでもね、面接試験なんかでね、分かんないと思うよ、取る側も本当なんでこんなやつ採用したんだよみたいなのね、よく入ってくるけど分かんないと思うけどね。
でも面接で何かがこう出ちゃうってことはある意味素直なのかしら。だからそんななんか問題があるふうには今のとこ別に、まあなんだろう、いわゆるこう変顔はできなさそうな、なんかまあ頑張ってる感は伝わりにくいタイプなのかなっていうふうには感じるけどね。そうだったんですか。だから勉強してもしょうがないし、面接の練習して合格しても俺の中身は変わってないのに。俺ハバ学に入って大迫先生に担任してもらうまで何のやる気もなくてすさんでた。でもまあハバ学に入れる時点でかなり頭が良くて結構いいお家のお育ちではあるんでしょうね。けど別にこう勉強が特別好きだったとかそういうわけでもなく、なんか親の方針とかでハバ学に入ったのかしらね。さんでた。でも大迫先生はすごいんだ。俺を殴りもしないでまっすぐ立たせてくれた。泣く、ああごめん、俺昔乱暴なとこあったから。でもさ、面接の先生たちにはそういうのすぐわかるんだろうね。森先生、大迫先生はこんな俺に毎日楽しそうに接してくれた。そんな人初めてだったよ。学校とか勉強が好きになれた。だから俺も大迫先生みたいに俺みたいな生徒を助けられたらいいって。あ、まあ確かに大迫ちゃんもなんかサードで、まあ、本当かどうか知らないけどなんか自分も昔荒れてたみたいなことを言ってたからね、まあ、だから大迫ちゃんとしてももしかしたら、まあ、大谷先生が自分の昔と重なる部分があったみたいなところがあったのかしらね。そうだったんですね。でも違ってた。教育実習で初めて気がついたよ。っていうかアイスつけてるのにも気がついてほしいな、なんかって思わないかな。今の幅学に俺みたいなのはいないし、それ以前に俺は大迫先生と違ってみんなをあんな笑顔にできない。私は楽しかったです。君は俺を見て自分も頑張ろうって思ったって言ってたよな。はい、大成先生のおかげで期末で学年上位になるって目標もできたし、今は勉強が楽しいです。そうか。前にも言ったけど俺もう先生じゃないって。私にはここで勉強を教えてくれるから先生ですよ。面白いな君。もし本当に俺がきっかけで何かに打ち込めるようになったなら嬉しいな。うん、大森先生に喜んでもらうためにもテスト勉強頑張るぞ。目指せ学年上位。っていうか、あれもしかしてこれイベント終わり？アイス取んないの？あのアイス口につけてるのはなんだ？え、それをなんか取るっていう展開じゃなかったの？あ、取らないんだ。なんか新しいな逆に。なんか すっげえブーだし。ずっと待ってたのにこっちはあれ、いやでも普通そう思うよねまあいいんだけどさ、別にいいんですけど、スルーパターンなんか初めてかもしれないだってあの
ちょまたサードの話って悪いけどさ、サードでもさ、なんかあれはルカ君がついてたんじゃなくてバンビがついてたんだっけな、バンビについてたのか、ね、あのおにぎり食べててお米がついてて取るって場面があったと思うんですけどもそれで言ったらそれをまスルーしたような感じよねまあ、まあいいんだけどちょっとあの逆に予想外でびっくりしちゃったでテスト、あ次がテスト結果ね。あでもちょっとこのデータがねどっちだろうかあでもこれはあいい方か。まあじゃあいっか、ちょっとこのまんま進めちゃおうかな。これもあのテスト結果でね、ちょっとあのセリフがもしかしたら違うかもしれないので、まあ、万が一ちょっと同じだったらあのこのまま進めちゃいますけど、とりあえず多分ねあの上位に食い込める方のこれデータだと思うので、ちょっとこのままね進めてみたいと思います。明日から期末テストだ、頑張ろう。結果が掘り出されてるみたい。見に行ってみようと。上位っていうかね、1位だよね。あでも495点だからちょっと危なかったかもしれないね。そう、あの気配りがね上がんないからね、なかなかね。やった、学年1位。一生懸命勉強頑張った甲斐があったな。おなり先生に報告したいな。喜んでくれるよね。おめでとう。感想は？すごく嬉しいです。おなり先生が教えてくれたおかげです。俺も嬉しい。あ、笑った、なんか初めて笑ったんじゃない？まあ、微笑んではいたけど、しかもさ、幻覚今のあの剣士が結構ああいう感じなの。あちょっとあざといわねアイスといいえ、今絶対あったと思うんだけど、ちょっとまた見れるかしら。じゃあ先生の試験も。ついてこないで。え、ついてきてない。あ、びっくりしたびっくりした、なんかストーカー女が現れたのかと思って、ちょっとびっくりしちゃったわちょっと私のことを邪魔者を呼ばばにするのかと思っちゃった、びっくりしちゃった別の人たちね。あ、びっくりした、すごい汗かいちゃった今すごい泥沼の展開かと思っちゃったん、なんだろう。え、おなり先生、駅からずっとついてきてたでしょ。あ、そういうこと？やだ、あなた浜辺にしかいないと思ってたのにまあなんかこっちの方があの背景としては似合ってるけど、すごくあ、ストーカーはこっちだったのね、女じゃなくてここが俺のベースキャンプだから周回プレイしてるんだ。ブレてんなはぁ、何言ってるの？ああ、ごめんね、こいつ俺たちのフレンド、迷惑かけんなよ。え、本当に俺は乗らせんだけど。あなたもお友達なの？あ、フリーか。はいって言いたくないなはい。そうなの？ついてきたんじゃないってことは分かった。もう声かけてこないでよ。なんだ、この女の自意識だったの乗らせんか、いつも一人だもんな。どこにも所属しない所属できないやつの強がり発言かなちょっと胸が痛いわねあの二人は知り合いなんですか？よくそこで
オリジナルアイス食べてるよ。アイス仲間なのね。ここのチョコミントは HP 完全回復するんだ。びっくりした。この店のチョコミントが好きならいいやつだよ。そうかな。おなり先生と好みが一緒なんですね。ここのチョコミントは正義だ。チョコミントだな。あと採用試験は受けるよ。約束は守る。よかった。私もこのまま勉強頑張ります。コンビニ塾続けてもらえますか？いいよ。次の期末テストまでコンビニ塾は継続。ちょうど採用試験の結果も12月に出るし。そうなんですね。それじゃあ改めてよろしくお願いします。テストの結果が張り出されてるみたい。見に行ってみようと。あ、444点。いいのか。まあこんなもんかな。はあ、おなり先生との約束果たせなかったな。でもちゃんと報告はしよう。俺の教え方の問題。君は頑張ってた。でも目標には。君のおかげで俺も誰かのきっかけくらいにはなれるって分かった。じゃあ先生の試験も。ついてこないで。ついてきてない。ん？なんだろう。え、おなり先生？駅からずっとついてきてたでしょ。ここが俺のベースキャンプだから周回プレイしてるんだ。はあ？何言ってるの？ああ、ごめんね。こいつ俺たちのフレンド。迷惑かけんなよ。俺は乗らせんだけど。あなたもお友達なの？はい。そうなの？ついてきたんじゃないってことは分かった。もう声かけてこないでよ。乗らせんか。いつも一人だもんな。どこにも所属しない。あの、二人は知り合いなんですか？よくそこでオリジナルアイス食べてるよ。ここのチョコミントは HP 完全回復するんだ。はあ、びっくりした。この店のチョコミントが好きならいいやつだよ。先生と好みが一緒なんですね。ここのチョコミントは正義だ。あと採用試験は受けるよ。約束は守る。よかった。私もこのまま勉強頑張ります。コンビニ塾続けてもらえますか？いいよ。次の期末テストまでコンビニ塾は継続。ちょうど採用試験の結果も12月に出るし。そうなんですね。それじゃあ改めてよろしくお願いします。なるほどね。っていうかあいつなんか意外とともえくんの時のね、あの父の扉の人もそうだし、彼ら意外と活躍するんだね、なんかね。で、次が9月の最初の週かな、新学期かな。じゃなく意外とちょっと私が余計なことを喋ってるせいか、意外とちょっと時間が経ってるって。それが終わって今回終わりにしようかな。じゃあ9月の、上旬まで時間を進めたいなと思います。あれから、1ヶ月半くらいですかね、時間が経ちまして、
で、本当はね、コマンド、今このタイミングって、コマンド、このコンビニ塾コマンドをね、ある程度こうやっているか、ちょっと不足しちゃってるかで、フラグが折れるか、そのままお話が進むかの、ちょっと分岐がありまして、で、成功してる場合だとね、本当はさらに次の週になるとお話が進むんですけれども、失敗してる場合はね、この週にちょっと展開というか、フラグ折れのイベントみたいなのがあるので、でちょっとね、また、ともえちゃんの時みたいに、若干なんか、後味が悪い感じになっちゃうんですけれども、ちょっと今回時間の都合でね、このタイミングで起きるフラグ折れの方をね、見て終わりにしたいなと思います。いわば夏休み中、大成先生のコンビニ塾に行かなかったな。帰りにコンビニに行ってみようかな。お、もう俺たちのパーティーは解消だ。え？あ、こういった終わり？え？あなたは。あまり待たせるのは良くない。これ渡してくれって頼まれた。まさかの伝書バトとして扱われて。試験は受けるよ。でも教員にはならない。だからこれ以上君の勉強も見られない。じゃあ大成沙央って、夏休み中ここで待っててくれたんだ。本当に悪いことしちゃった。これからは一人で勉強しないと。つら。あいつ意外といいやつだね。なんかただのちょっとなんか気持ち悪いやつかと思ってたけど、意外となんか常識あるね、あいつね。はい、じゃあちょっと後味が悪い感じですけれども、次はね、本当は9月5日の月曜日かな、成功してるとお話が進むはずなので、そこからね、次回は始めたいなと思います。ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。